スーザン・コリンズ、スーザン・マーガレット・コリンズ、スーザン・マーグロット・コリンズ、1952年12月7日隊はアメリカ合衆国の政治家。現在は連邦上院議員、メイン州選出、1997年隊を務めている。所属政党は共和党で宗教的にはローマ・カトリックの信徒である。同じメイン州選出のオリンピア・スノーなどと共に、 共和党の中でも恩恵、リベラルな投票行動、政策を取る、いわゆる、ロックフェラー・リパブリカン、モデレート・リパブリカンの人として知られる。1952年12月7日、メイン州カリブーにて、ドナルド・コリンズとパトリシア夫妻の間に、6人兄弟の、うちの一人として生まれる。実家は1844年から100年以上続く、製材業者であり、 現在も二人の弟が経営している。コリンズ家は政治と縁が深い一家で、父母は共にカリブー氏の市長を務めたことがあるほか、父のドナルドについてはメイン州議会の上院議員を務めた経歴も持つ。また、叔父のサミュエル・ W ・コリンズ・ジュニアは1988年から1994年までメイン州最高裁判所の判事を務めた法律家である。高校時代は、 地元のに在学。在学中は、生徒会長を務めたほか、最終年時在席時の1971年にはに選抜され、ワシントン DC を訪問、同郷でアメリカの女性政治家の先駆者的な存在であった上院議員ともとうに面会している。高校卒業後は、ニューヨーク州のに、進学、1975年に、最優等。 マグナクムラウデイの成績で卒業する。大学在学中は、かつて父親も在籍していた学生団体に所属している。大学卒業後は、同じメイン州の出身で当時若手の連邦会員議員であったウィリアム公園。1979年からは上院議員のスタッフとなり、1987年まで公園の下で働く。 このうち1981年から1987年までの7年間は、のでスタッフディレクターを務めた。1987年に、公園議員のスタッフを辞職して、メイン州に帰郷、州知事、当時の任命を受け、金融規制当局、デパートメント・オブ・プロフェッショナル・アンド・ファイナンシャル、レギュラーシオンのトップ、委員長とて、政権入りする。 1992年まで同職を務めた後、同年に、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領からの指名を受けてのニューイングランド地域担当局長に就任、ビル・クリントン政権に交代するまでの約1年間、同職を務める。中小企業局を辞した後は、マサチューセッツ州の副財務官を1年間余り、務めた後に出馬する。この選挙では、共和党の予備選を勝ち抜き、 女性候補者としてメイン州史上初となる主要政党の地候補指名を受ける。しかし本選では無所属ながら州内で抜群の知名度を誇る実業家の民主党指名候補の元州知事との密度萌えの混戦の末結局キング、ブレナンの両名に次ぐ3位に敗れる。州知事選敗北後は地元のが開設した家族経営の小規模企業の事業主。 従業員にセミナーやワークショップを提供するリチャード・ E ・大工センターー・ファミリービジネスの初代所長に同年12月に就任1996年に連邦上院議員選挙に出馬するまで同職を務めた1996年コリンズは同郷でかつての上司でもある上院議員のウィリアム・コーエンが引退不出馬を決めたことから後継として 連邦上院議員選挙に出馬する。前任者である公園の支持を取り付けたコリンズは、共和党内の予備選を勝ち抜き本選に進出。では1994年の州知事選でも戦った、元州知事のブレナントの事実上の一気打ちとなったが、全体の49.2%の票を獲得し、勝利した。2002年に実施された改選では、 民主党州議会上院議員のに対して58%対42%の得票率で勝利し、再選を2008年に実施された改選では民主党連邦会議員のに対し61.5%対38.5%の得票率で勝利し参戦し、現在3期目の途中である2014年改選予定。2002年と2008年の選挙ではいずれも 対立候補に対して過半数以上の票を獲得しているほか、州内すべての軍で対立候補を上回る票を獲得、勝利している。コリンズは共和党の中でもしばしば主流派に比べて、より恩恵、リベラルな投票行動、政策をとる、いわゆるロックフェラー・リパブリカン、モデレート・リパブリカンの一人として知れ、そのスタンスはタイム誌からザラスト・セルバイバース・オブ、 a ワンスコモンスピーシーズオブモデレートノ e シ a t e n o リパブリカン、かつてよく見られた、恩恵な北東部出身の共和党員の最後の、生き残りの一人と評されたこともある。また、同じメイ州選出かつ、同性、女性で、さらに同じ、モデレートリパブリカンの代表的な政治家として知れる、オリンピアスノートは、同じ投票行動を取ることが多く、スノート並び称されたり比較されることも多いが、 ジョージ・ダブル・ブッシュ大統領が成立を目指した減税法案について賛成票を投じるど、スノーは反対、そのスタンスはスノーに比して半回転ほど、保守的、ハーフ、ターンもはコンサーバティブとも評される。また、所属する議員連盟も、RMSP など、共和党内でも恩恵派、リベラル寄りとされる議員が所属する議員連盟が多い。 所属議員連盟の項目を参照。共和党内では、前述のように主流派である、保守派よりも穏健、リベラルな投票行動や政策を取ることから、中道派の一人とみなされているほか、民主党と立ち位置が近いことなどもあり、超党派的な思考を持つ議員の一人と考えられている。そのため、超党派的な政策協議、遂行が望まれるケースには、しばしば、 コリンズの名前が登場することがある。例えば、2005年に、ジョージ・ W ・ブッシュ政権の言った判事の指名に関し、当時少数党であった民主党側が、フィリバスター戦術で、指名承認を阻止しようとしたのに対し、多数党であった共和党側がこれを阻止、無力化すべく強行手段、いわゆる、ニュークリア・オプションに打って、出ようとして激しく対立した問題では、政権、 共和党側と民主党側の妥協を図ることで、フィリバスターやニュークリアオプションへの発展を阻止しようとする、両党有志議員のグループの一員として活動し、妥協案の模索、策定、可決に尽力している。また、次のバラク・オバマ政権下では、オバマ大統領と民主党が成立を目指す、法案について、共和党議員の多数が反対する中で、 他の共和党恩恵派の議員ともに賛成票を投じることも多い。特に、オバマ政権が可決に尽力したとされる、景気対策法案や、金融規制改革法案、ドット・フランク法の成立においては、前者では、オリンピア・スノー、アーレン・スペクターの両議員とともに、後者では、スノー、スコット・ブラウンの両議員とともに、共和党から賛成に回り、 フィリバスターの可能性を排除できる安定多数、60票以上での可決実現に貢献している。また、同性愛、同性婚に対して寛容な立場を取っており、同性愛、同性婚に否定的な立場を取る、政治家、党員が多い共和党の中にあって、ヘイトクライムの防止に関する法案や、低所得の HIV 患者に、早期治療を促し、エイズへの進行を防ごうとする。 政策を盛り込んだ法案など LGBT コミュニティと関わりの深い法案を積極的に提出している。このことから共和党の政治家でありながら LGBT の人権団体から支持を受けている極めて珍しい政治家の一人である。上院国土安全保障行政問題委員長2003年隊を務めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。